1808年夏のトレビシックの蒸気サーカスの切符に描かれたキャッチメフーキャンオランダ鉄道博物館で2014年に開催された展示会でのキャッチメフーキャンの複製ロンドンの蒸気サーカスでわずか数週間走行したキャッチメフーキャンキャッチミーフーキャンはリチャードトレビシックによって製造された4代目にして最後の蒸気機関車である1808年に イングランドのブリッドノースの工場で、ジョン・アペスラ・ラストリックとヘーゼル人によって製造された。トレビシックによって、現在のロンドンのユーストンスクエア駅の南に位置する、ブルームスベリーで、蒸気サーカスとして、円形の軌道上の走行が、公開実演された。機関車の最高速度は12マイルパーアワーに達した。重すぎたので比較的脆弱な中鉄製の軌道が、 使用中に破損して脱線した。気候は以前の機関車よりも単純だった。水平に備えられた気筒、弾み車と歯車式電動はナオボイラーに収められた垂直の気筒、連接棒によって直結された一組の車輪によって置き換えられた。ボイラーはトレビシックの使い慣れた内部加湿反転式沿道ボイラーだった。原型の機関車が製造された近くの セバーンバレー鉄道の工場でトレビシック200事前事業によって副製品が製作中である。2011年12月の時点ではある程度は完成したもののまだ自力での走行はできないが作業は着実に進みつつある。ありがとうございます。